ここからは高橋洋一さんでございます。高橋さんおおお、おはようございます。<laughs> おはようございます。おはようございます。え週金曜日はどうも生配信ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> はい。では、早速、その時にもお話ございましたが、こちらでございます。ポスト岸田の動き本格化、麻生氏と茂木氏が会食だそうでございます。 自民党の麻生副総裁と茂木幹事長が14日の夜、夜、東京・麻布十番の和食店で会食をいたしました23日に迫る通常国会の会期末の対応、また9月の総裁選などで意見を交わしたとみられています。 また一方自民党の菅元総理なんですが6日、こちらは東京都内の寿司店で萩生田前政調会長加藤元官房長官、武田元総務大臣小泉元会峡大臣と会食およそ3ヶ月後に迫った党総裁選への対応などについて協議したとみられていますがさあ先週金曜日も少し高橋さんお話しいただきましたが、うん、岸田さん、はい、一人ぼっちという表現でしたが。え <laughs> 一 1> 1人ぼっちなんですね。今。ぼっちです。もう完全にぼっちですね。ぼっちに、ね、<laughs> なっちゃいましたか。<ー>えー、しかも今回麻生さんとモテギさんが。うん 回しかもこれ岸田さんがヨーロッパ行ってる時なんですよね。ねね鬼の犬間にっていうかね、どうですか、海外に行ってる時、こういうふうな会合を持たれたらね。気持ちよくやっぱりいい気はしないですよね、間違いなくね。 しかもね<え>その前なんか麻生さんうさん会いたくてしょうがなかったでしょ、うん、あの会いたくてしょうがなかったのは会わなくてこれですからね。吉田さんは麻生さんに一緒にご飯食べようって誘ってたわけですか、うん それはそうでしょう。でも、ね、え、ちょっと予定悪いねんって言って、ちょっと断れちゃって。それは、そうそうれはあの、ほら、あのね、サミットに行くから何日間か空けてるわけでしょ。だから、いろんな話があるんで、うん、と嫌だから、うん、やっぱり麻生さんとはちょっとね、うんうん、会食しておけばね、うん、それは、あれでまだちょっと違うんでしょうけどね。うん、それで、会わないでね、ずっと会わないでね、うん、えっと、 それででと会うんでしょ分かりやすいすいでねあの相当やっぱりあの政治資金規正法のね時にそのパーティー券の記者への金額うん、うん、含めてですけれども党内で決まったことを岸田さんがガらっと変えちゃったっていうところの溝それはもちろんあるんでしょうけどね、うん、あのでももうこれはあのほらポスト岸田はお前じゃないって言ってるだけでしょうけどね。ポスト岸田は岸田田はじゃない ということはこれ見てると今回、ね、麻生さんと茂木さんとの話の中でっていうのは。 推測するに、どんな感じの話が。いや、だからまあね、これね、分かんないですけど、でも今だったらね、要するに、ポスト岸田しかないでしょ、解散・総選挙ってでやどういうふうにやるかって、それしかないですよね。のあ 総裁選うんぬん、この後出てくると思いますが、その前に会期末、もういよいよですよね、うん、23日に迫ってるという中でだから、会見庁できないって段階でね、もうこれはもうジエンドですからね、次エンド、うん。それで次の、まあ、会見庁できないってことになると、総裁、うん、選、9月の総裁選に向けて、一気に走り出しますからね大サプライズの解散もさすがにない。 やろうとしたらもう羽がいじめです。羽がいじめになってごんし目さるなと羽がいじめされてすぐ両院協議会でもう総理解任になっちゃいますねそんなレベルの話になっちゃうわけですかだってそりゃそうでしょう本当にやりかかってもうすぐいろんなね動きで分かるからそうするとすぐもうそれ止めにかかるんじゃないですかねとなってくるとどうなんですかあの 岸田さんはもう完全にここでもうこ国会で終了ということになだらなりそうだと、えー、まあ普通はそうでしょうね。うん、ね本人は,本人はあのどう思ってるか知らないですけど客観的にはそうですよね。本人が自覚してるのかどうかっていやそれは結構わかんないですよね。うん うすうす分かってるでしょうけどね、いやいやと思ってるかもしれないです、うん、あの、まだまだいそれこそ先ほど調査出ましたけど、自民党の支持率が電話調査始まって以来、19%と20%割り込んできてるということ例えばこのあたりのデータとか、内閣支持率みたいなのっていうのは、当然、総理、手元にはもちろん来てるわけですよねこれはもうあの、えーっと、すごく早い段階で来ますから。来ますよね それでもやはりどこかにまだ勝ち筋があるんじゃないかっていうところをやっぱ模索するわけですかああそうでしょう案外あの本人、はい、うんまあそれはそうでしょう、うん、あのいつでもね、えー、と政権を続けられると思ってないと。うんうん 本当にダメだったらやめ,やめますからねあそ,うかあのそうですよねでもその中でさ前回も少し名前を挙げていただきましたけれども、うんまあ、今回その、はい、例えば菅さんと食事したっていう萩生田さんとか、うん、加藤さん武田さん、はいはい、あと、はいえっと、どうでしょう高橋さんから名前いただいたのは 川ささんんとととか高いうこも含めてありますけれどそうですね、あの菅さんが話したから、あそこで HKT って出てくるんですけれど、萩生田さんと武田さん、萩生田さんはね、一回お休みだし、多分武田さんもお休みだ。武田さんもお休み、二回さん、はい。で、K の加藤さんですよね、小泉ジュニアはお父さんがまだっていうから、多分出られないから、それで、小泉ジュニアだけ入れたのがちょっとポイントですけどね、要は、あれは加藤勝信さん。 というの出すメッセこれで今回の麻生さんと茂木さんっていうのはねあれなんでしょうね多分麻生さんが出ることはないんでね麻生さんが誰を担ぐかって話なんでしょうねでそれは多分今の宏池会麻生さんの派閥じゃなくて岸田さんの派閥の中から引き出すんでしょうねで岸田さんの派閥の中から引き出すってことは岸田さんは出ないってことなんですよだから岸田さん じゃないだろうっていうとまあ誰にね上川さんだとか、うんはい、あと林吉松さんとかそういう話になるんでしょうね<ー>おそらくねあの要するに、うん、えっと 今の高知会、今の岸田から出すっていうね。それで、でも、茂木さんもおでもって言ったかもしれないですよね。俺も出るよって言ってね。うん。それは、あの、茂木派で、茂木派の中で、あの、ちょっと、前の茂木派ですけどね、塊やから、茂木さんも20人ぐらい集められるし、茂木さんって今ね、幹事長ですから、金山ほど持ってるんだよね。あの、それもなんか上手に活用しながら。そうですね。金も配りまくってますから、それで、えっと、 で麻生さんは、まあ、あの派閥があるから人がいるっていうんでねん人と物事も人とあの金を持ってる両巨党があったって感じが私にはしますからね、うん、そうするとここで茂木さんが出るかもしれないなって話は。 ちょっとあるかもしれない。あのえかもしれないしね。もう何があったかわかんないですけど、二人の食事の間に茂木さんが私どうですかねっていうのはこう言ってる。言ってるかもしれないっ言うでしょうね。はね。でアスさんだけお前どうお前お前お前どうすんのって。アスさんからグラハタかもしれないお前はどうすんだ。いや私のタイミングがあればぜひその機会をでそれはそうでしょう。そねそういうふうに言うでしょうね。もうそれは国会 たるもの、ね、ただ、えー、あのよくあるその例えば石場さんとか河野さんっていほらいわゆる新聞調査とかやると出てくる名前ってのはだからあれは、うん、あの菅さんがまとめてるやつなグループなんだけど菅さんは HKT で、うん、えっと会っちゃったってそれであれ小泉さんだけいたってことはね、うん、石場さんと河野さんはだから菅さんは押さないっていう感じではしますね、うんうん、そうするとあのまあその二人どうちどちらか、うん、それで河野さんはどうせ 麻生さん、なんか、下に、あの、ハマスの中にいるんでね、うんはい、飛び出さなきゃいけないんだよね。はい、そ,ねそれで、河野さんも飛び出して、あのー、出るかもしれないですよね。その石破河野連合みたいでね,ね、えー。あの、いつも思うんですけど、麻生派にいる河野さんっていうのは、あの、うん、な,なかなか、出してもらえないんですね。 だから下手に出せとだめだからあの麻生さんとしては閉じ込めておくし、うん、だってそれで、うん、あの麻生派の推薦を受けられないんだったら河野さんの中にいてもしょうがないでしょそうねだから、はい、どっかで出る。 うん、出て、あのでもードさん、多分十10人ぐらい集めあ20人集められるんでね、総裁選には出られると思いますよ、うん、石破さんのが20人集めるのは厳しいですね。前回お話しいただいたんですが、その加藤勝信元官房長官も、非常になんか、はい、党内の人気っていうか、あるんですってね。 敵がいないんですよ、うん、敵がいないから。敵がいないから、だから、あの菅さんは稼ぎやすいんですよね。うん、だからあの、安倍さんも敵がいない加藤さんは結構高く評価してましたからね。で、あの、なんか。もう一人注目の若手が。 高さんいらっしゃそうですね、今のメンツだけだと、実は、上川さん、林さん、それとあと、加藤勝信さん、それとあと、高橋さんもね、要するに地方安芸してるから、これで2人遊べられるんで、多分出るでしょうね。それで3人でしょ。それであと、茂木さんも出るって4人でしょ。でも ちょっと足りないのはね、もう昔の名前ばっかりな感じなんでね。あ,あの、うん、新しい人。と。はいはい 若手の人から多分ね、待望論が出てくるんで、4回生以下、4回以下の人はいろんな派閥もなくなっちゃってるから、派閥がないで、派閥の締め付けが今、厳しくないですからね、そうすると4回以下の人っていうのは、誰か担ぎたくなって、そうすると今、噂に出てるのは、小林孝之さん小林之さん歳回生これですね。加藤さん財務省で けど加藤勝園さんは私の世代なんだけど、はい、あの小林さんはもうもっと49歳ですからかなり若いと思いますが、えー、財務省の理財<に>局 うん、そうね、理財局にいて、私ねあの、私も理財局とアメリカしか経験ないんだけど、うん、あのなんかね、か彼も同じなんだけど、いつもね、なんか、私がアメリカ行ってる時彼が理財局にいて、私が理財局に、ただ彼、アメリカに行ってる<ー> <laughs> ちょっとずれ,ずれてるんですけどね。うんうん、えだからあの、そんなには仕事はしたことないですから、ね、はあ、すごくは知り合いではないですけどね。でもあの、ハーバードにも留学しているということで、かなりたあの若手の中では期待されている人なんですね。 経済安全保障の話をまとめたりとかね、うん、あの経済安全保障大臣やってますんでね、うんでまあ、当選は当選っていうかね、あの総裁選に出ても、うん、まあ当選難しいですけれど、でも若手はそこを担ぐんじゃないのっていうふうには、今噂されてますねでもそれこそこういった総裁選で、いわゆるこういう名前の中にぽこっと49歳、しかも若手ということで出てくると、注目のされようということと、やはり大きな認知度みたいな、これ、変わってきますよね。 ちょう一回小説に出てるか出ないから大違いですよね。うんうん、でまたあの先ほど写真も拝見したんですが、うん、シュッとした春りますね。あのちうちの MBS のアナウンサーの河内洋平くんにちょっと雰囲気が似ている, <laughs> る。い <laughs> シュッとしてる感じはありますね。<laughs> 確かに、うん。でも確かになんかこういった閉塞した状況だとこの若手っていうだけで。 ある意味ちょっともしかしたらどうですか例えば党員票みたいなところで言うとぐっと寄ってくるってなるんじゃないですかわかんないですよねこういうの人気料表ですからねでもまああの1回出ておけばまああれですよね総裁選1回出たっていうのでそうかそうか出たことに白がつくんだどうでしょう高橋さん改めてですがそに意味ても会期末迎えて23終わりますと。 もうすでにでも合法はなってる感じなんですか、ねえー、あもうなってますね。あの要するに会見延長できるかできないかがそこの最大のポイントだったんで、ん延長してるとえ、一応解散権はずっと続きますからね、もう会見延長ができないってことは、もう解散もできないっていうふ、ねはい、うに、どんな感じで会期末を迎えるのかというところでございますが、では続いてこちらです。 時刻6時30まもなく9分になりますさあ自動車の型式指定問題より安全な基準で検査をしていたのに不正になるのはどうしてなんでしょうか自動車二輪車メーカー大手5社によります型式指定の不正申請をめぐりまして国土交通省は10日午後マツダの本社に立ち入り検査に入りました これでトヨタヤマハスズキホンダに続いて全5社への検査着手となりましたさあ今回の問題では海外で行われているより安全性の厳しい基準で検査をしていた国内メーカーに対して国交省が国内の基準に沿っていないという理由で不正申請であるとしたことについて「ユーザーのためにならない国力をそぐ,ぐ検査だ」との意見も出ていますがさあ高橋さんは今回のこの型式指定問題というのはどんなふうにす 捉えてらっしゃいますでしょうか。うん,うん、うん、ちょっとわからないですね。うん、あの、まあ、も、もともと国内。の基準っていうのが、うん、あの。 うん、ちょっと緩いところもあるから、はい、それをちょっと厳しめにやってたやってるってやってないとあの、うん、海外でいう時にちょっと困るメーカーも多いんでね、はいはい、そうするとだからまあ二,重二重にやってたっていうのが実態なんですけどねそういうんでっだったらちょっと厳しめのやつだけでいいんじゃないかって普通、うん、思うんですけどそれはそううじゃないっていうんですよね、うん、例えばまあトヨタの場合だったりするんですけど衝突試験で日本では重さ1 1 0 0の台車を衝突させる。 ルールトヨタはアメリカの基準の1800キロの台車を使って衝突させたデータなんですが別に1800で安全なんだったら1100もクリアしてるじゃないと思いますもんねそれが普通常識ですよねだからあの多分基準を1100以上ってしとけばいいだけなんですけどね1100って言うから変なんですよなるほど以上つけとけばいいんですねそれがダメだっていうところ っていうのはこれそれはちょっとわからないし、私も、相当、ロジカルにはわからないしね、工学的にはわからないですね、本当、うん、にわからないですね高橋さんも財務省時代、まあ、いろんな認可に関するものっていうのも携わってらっしゃったとは思いますけれども、国交省に対してメーカー側って、やっぱりなかなか言いにくいっていうのは、ああそう、ね、ああですよ、そこで、うん、そこで立てついたらね、うん、そ,それがね、あれですよあの、テレビ局と総務省も一緒ですよ。<laughs> <laughs> いずれにしても認可をされるというところというのはね。認可されるともう僕に言われたら大変なんでね, <laughs> ねだからそれはもうみんな黙ってるだけですけどね、まあ、<う>今回のことを受けて例えばこの基準とかね型式指定のものっていうのが今後議論に、うん なっっててくるいやーなかなかねこれは、うん、えと今これでね議論しちゃったら国交省がメンツがなくなるんでね,でね結構そこが難しいでしょうねこれはね。ということはもうしばらくはこのルールの中で各メーカーとも粛々と 2つのやつをやっていくっていうことなんでしょうね。うんじゃあそでもなんかそ,うです、ね、それこそこれが続いてお話ありましたけれども、うん、こう日本の自動車産業自体が例えば海外にまた遅れ取るとかみたいなことになっちゃうとそ俺は 2,、うん、2>, 2, 2個やってれば遅れ取るかもしれないしね。それであの イメージまでですよな、ね、あと、ね、これね、うん、まあまあ多分マスコミがね、うん、知らないから、うん、あのそのまま国交省言うがままに報道してるっていうのは大きいですね。まあ実際会見とか見てると当然まあ各メーカーのトップの方はうん、うん、この型式視点についてもちょっと踏み込んだ発言をね,ねしてるケースもあって、えええ ただ、まあ、その辺りがあの事情を知らないと言い訳してるみたいに見えちゃったらもったいないなと思いますもんね。だってそのまま実座であのってみんな報道してますからね不、うん、不正不正って言ってて言ますよねうん、うんまあ、それこそ国交省のポストっていうのもここしばらくずっとね事故連立の中で公明党 がねこの国交大臣のポスト持ってますしねこのあたりでだからあのえねどこに入りしてやってんだって言って多分ねこれはあの国際的な。 基準は結構国際的というか例えばね隣の大きな大国がありますよねあそこから来る車はねそこの基準でやるんですよそれだからちょっと全然違うんですよ基準が私はそっちの方が問題だと思いますよだから要するに国内基準と国際基準でダブスタななってるんですよでそので由うとその中国車に対する配慮みたいなのがあるんじゃないかと私なんか思っちゃいますよねの本当はどっかどっちか厳しい方っていうのはね主にしとけばいいだけの話なんですけどね普通に思うとこ なんですけどね。<ー>不可解なところだとはい。では、続いてこちらでございます。時刻六時、まもなく四十四分になります。さあ、日本の相続税は高いんでしょうか？海外では相続税がない国もあるって、本当なんでしょうか？ 日本の相続税諸外国と比較してても高いいと言われていますそもそもこの相続税っていうのはどうしてあるのかというところまた海外では相続税がない国もあるということなんですが今回あの高橋さんにその相続税というところについてもお話を伺っていきたいと思うんですが、まあ、あの特に資産のある方というのはいつもこれでね、まあ、ない方も含めて揉めるところあるそうなんですが改めて高橋さんこのの相続税っていうのは どういう役割のものなんですか。<laughs> あのジェジェの一つの役割の中に、うん、あのなんか富の再分配ってのありますよね。はいはい。はい、のその富富の再分配っていうのは基本的には、うん、あの所得税でやるんですよ。要するにえっ、ー、と所得が大きく高くなると、うんえー、より税金が高くなる累進課税ってやつね。はい。はい で、そこでやるのは基本なんですけど、そこでもしか調整資金ないときには、まあ、うん、あのー、 えと死んだ時にやるっていうのが相続税ですね、はあはあ、で,ですからまあ,あの両親から、まあ、大きな相続受けた場合、うん、でこれをじゃ再分配しようってことになってくるとこれがなかなか多くの方払えずに困るみたいなこともおっしゃってたりしますもんね。そうでしょうね。絶対払えないってことはないんですけどね要するに、うん、あの相続財産の範囲でやりますから、はいうん、でもほとんどかかりますから、うん、実は家なんかの場合はあれですよね。うんあの 売らなきゃいけなくなっちゃうってわけですよ。立ってるものを壊して売らないと、ちょっとちょっと難しくなっちゃうと人もいますね。で、どん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 持ってる土地が狭くなっていっちゃって、半分になって半分になってみたいな感じになりますもんね。えっとだから一般に言われるとあの相続財産って三台持たないっていう感じです。いますよね。 これはでももともとやっぱり本来意図していたところでなるとそうなるわけなんですか税の仕組みで考えると、ね。じゃあちょっと高すぎるっていうのが基本ですよね。ねだから、うん、あの例えば G7 の国っていうので比較すると、うん、あれですね、はい、あのアメリカは。うんあの なんか課税最低ラインっていうのがもう30億ぐらいだから、まずかかんないです。30億以上の場合にかかるんです ?40 億か。<ぁ>340億、例と言うちょっと違いますけどね。はい、ほとんどだからまずはかかんない。かで、あ,のあと、まあ、イタリアとカナダは本当にゼロです。全く全員かかのだから要するに、G7 のうち3つはまずかかんないですね。へー でドイツは本当すごい低いです。ああ、そうですか。そう。だから、ドイツはすごい低いから、だ財務省はね、そういうこと言わないでね、えっとね、要は日本は、今、残りの国ってフランスとイギリスでしょ、フランスとイギリスとあまり変わりませんよって言うんだけど。フランス、イギリスは同じぐらいなんですかと、違うんです、こでも。違うんです。はそういうふうに出てるんだけど、なんかね、フランスとか、イギリスのケースはね、ちょっ レイヤーケースの話だけ書いてますね。で実際はちょっと違ってますね。え、ということは多くの人たちにはあんまり。日本と比較すると、やっぱりそんなに払わなくていい、ね。払わなくていい。そうですね。はあ、でなんか、ね、ちょっとおかしいですね。これはね<ー>例えば、高橋さん、そのお書きいただいてるんですが所得税がしっかり税、はい、が納めることができれば、相続税ってのはこう、うん いらなくなくくってくるだってそれはさっき私説明したんだけど所得税の累進課税で調整すれば終わりっていうのは基本ですからね,ね、うん、だからそ,れそこであの今マイナンバーで所得税の補足はすごくできるようになったきてでしねそしたらそれでも終わりでいいじゃないですか。となってくるとこの相続税みたいなところ見直しみたいな議論はなってくるんですかね全然今なななないいいででしょないから変なんですよ <laughs> な相続税をなくせるっていうのを私 高橋さんぐらいからしか聞いたことがないんですけど。でしょ <laughs> だからすごく変なんで、私普通にあの海外の話をしてるだけなんですけどね。<ー>あの、どう、どう、なんでこの議論が出てこないのかよくわかんないですよ、<う>私はね。にやっぱり国としてはもらえるもんはもらっとこうっていうところがあるんです。<laughs> そうで、そりゃそうでしょう。えー、うん。これこそ、あの、お金持ちの方、お声を上げていただきたいですね。<ー>なんかそういうところね。えー、いや、でもお金持ちじゃなくても、今あれですよ、あの、 多分ね大都市圏に土地家持ってたら大体引っかかりますよ。引っかかりますよよく言いますもんね。サザエさんのお家なんか実は波平が亡くなってカツオに行ったらえらいことになるんじゃないかなって話よくねありますもんね。引っかかりますよ。それだからみんなね相続税ってなんかねめったにないから分かんないんですよ。お金持ちの人しかな ね、関係しないって思ってるからだけど、いやいや、いや意外に。皆さんだってあれでしょあの、なんか、持ち家持ってる人だって、前にいるでしょう。うますね、あの、要するに、大阪に。ね、もう、これ、かなり確率引っかかりますよね。これ、あの、ね、あの <laughs> うん、お聞きしたら、中国も相続税はゼロなんです。まあ、そうではないですね。うん、中国はもともとあの、えっ、ー、と、土地。 でどうかあのそういうのは国有ですかが原則だから、そういうのは発生しないという意味でないんですよねうん、うん、高橋さんが懸念してらっしゃるのが、うんうん、今、中国の人による対日の投資が。 増えててそう、だから対日投資して、そちらは相続税ないから、ずーっと町代までずーっと持つんですけどね、はあ、日本の方はどん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 相続税かかるから、持てないから誰かに売るでしょ、そうするとどん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 あの相続税ない人に集まるんですよ。はあ、うそうか、相続税ない人に譲渡するが可能になってくるわけなんですか。いや、だから基本的にそう、あの中国ないですから、うそうすると企業でずっと持ち続けるってことは可能ですよね。日本の法律とこう,うまく照らし合わせてみたいなところになって。 でもそこはな、うん、うん 中国の方からの相続形というのはなかなか取ることができないということなんですよということはその辺り含めてじゃあその法整備もどうしていくのかということになるわけですかねですよね外国の方のね。うん、私,私は少なくともそう思ってるんですけどね、うん、意外にみんなそういうこと何も考えてないからへえとか <laughs> 正直と思って思いましたけどね。えー、なんか今までは自分事と,というかそこだけで考えてたところっていうのもあったんですけれども。 今こういった形で外国の方の訪日とね、えー、日本の通して考えたらその辺りもってことになるわけですねあの高橋さん、そうやって思うとこう細かいところで我々知らないことというか議論になってないことって世の中山ほどあるんですね、今こうやってお話を伺ってるとね。う あ繰り返しますけど、私ねあの、あくまでも普通の海外の話しただけですよ、<laughs> うん、別にね、そんなもんはねあの、相続税なんてない国ってね、山ほどあって、うん、だからな,なんで、なんで日本だけ高いのかと思うぐらいですけどね,、うん、ね。でも本当、富の再分配という理屈で言って、マイナンバーで補足できるようになってくると、必然的にそこのところはできてくるじゃないかという理屈がこう成り立つわけですよねそう。理屈が成り立つから、別に、うん、私はだからね、富の栽培配分をしするなっつって言んじゃないんですけどね。はい はい、それはあの「所得税で十分でしょ」って言ってるだけでねお知らせ挟んで大谷がホームランを打ちましたがその大谷に、えーえー、かかるところの、えーえー、報道のお話を高橋さん大谷すごいですね。 二、ね、打席連続で打ちましたね。正直はダメだったんですけど、ね<笑><笑><笑>えー、なんと十八号、五十九号とソロホームランを放ちまして、うん、さあ、ホームラン。またまたトップ近づいてきたというところなんですが、さあ、そのちょっと大谷選手のこんなお話でございます。はいうん、大谷翔平が激怒。日テレと富士が自宅を報道して、出禁になったんでしょうか？ 現代ビジネスによりますとロサンゼルス・ドジャースで活躍する大谷翔平選手の報道をめぐりまして日本テレビとフジテレビはドジャースから位与されている取材パスを凍結されたということですさらに大谷選手のマネジメントを行っている会社からも大谷の過去素材を使わないよう通達されたと報道されています現代ビジネスこの処分の理由について日テレとフジテレビ大谷選手がロサンゼルスに購入した自宅のことなどを詳細に報じたことだと指摘しています 空撮映像や自宅前からのリポート 近所へのインタビューなどを放送したということなんですが。アメリカではセレブの自宅に強盗が入ったり、まあ家族が誘拐されて身の代金を要求される事件が起きていて。え、うん、今回の報道の危険性が理由で処分されたのではないかということなんですが。まあ、高橋さん、あくまでこの、まあ、現代ビジネスの報道なんですが、どうご覧になってます?。これ。あの、まあ、えっ、ー、と、セレブの人の家の報道っていうのは、うん、あの、アメリカでは結構あることはありますけどね。まあ、ね、はいうんえー、あることあるんですけれど。 うん、あの多分ね、うん、た,ただあの、隣人の人にねインタビューすると、それはないでしょうね、うん、あそのあたりがちょっとまた海外のほどと。それはあの、だから客観的にね、うん、あの誰にもなんかあのインタビューしなければ、いいねまあ、あることありますね。いいねあ,あとはあれでしょうねあの、それに関連してね、うん、えとし大谷以外のところに取材たくさん行っちゃったってことじゃないですか。っっそれは、まなみさんと結婚するときに、はいうん あの要は、ちょっとそこはやめてくれって言ってたで、うんですよね。うん、そ,れそういうふうに言ってたのに、うん、えと大谷さんの、えーとね、親族とか、愛美、うん、さんのところに行っちゃったっていうのが、うん、やっぱりこれの親族とか、そこに行っちゃったのがまずいんじゃないですかね。 改めてですけど海外とかってもちろん、まあ、そういったところが犯罪に、まあ、これ日本でもそうなんでしょうけれども<ー>いかんせんスケールがもうなんかね色気で違いますもんね<ー>家の大きさのね。うん、えでもまあその犯罪っていう話もあるし、うんまあ、あとはやっぱり、えー、と取材のやり方をね事前に約束してたのと違ってるっていうのは、うん、大きかったんじゃないかなと気がしますけどね。では続いてもう一つこちらでございます。うん ニコニコ大規模なサイバー攻撃で復旧まで1ヶ月以上の見込みだそうですドワンゴは14日これ6月の8日から続いているニコニコ生放送などのサービス障害について現在の状況を伝えました復旧まで1ヶ月以上かかる見込みで再開できるサービスから順次再開予定と発表しています 原因とするとランサムウェアを含む大規模なサイバー攻撃によるものであることが確認されたとコメントしているということなんですが、まあ、これあのご覧になる方とそうでない方に差があると思いますけどこのニコニコ動画とかニコニコ生放送これサイバー攻撃を受けてサービス障害となっていて高橋さん自身もこれニコニコを使って生放送してらっしゃるんですよね。 いやびっくりしました、これ、だからずっとできないです、今、今でできないんですね先週もできなかったし、うんあの、ちょっと来週もできないっていうことみたいですねこれあの、やっぱりこういう攻撃が実際に起こってできない、しかも1か月以上、復旧までかかるって。これはね<ー>いやあの、全然詳細明らかになってないんで分かんないですけどね、はい、えでも1か月以上かかるってことはね、うん、もうシステムを新たに作り直すって感じですね。は あ、どうなんですか？やっぱり！ 想定しているものではないことがやっぱ起こるわけですよ、ね。だって普通は復旧とかそういうレベルじゃないですか。そうじゃなくてね、うん、全部作り直すでしょ。これつ、ね、げ大変ですよ。あの高橋さん、いわゆるこの高橋さんのようにコメンテーター、ニュース解説の方って、まあ例えば、えー、よく見るな YouTube で見てますっていう方と、それからニコニコ生配信っていう高橋さんもい、ね、<れ>えっと、うん、まあニコニ持ってるのが多いですけどね。うん、えっとまあ YouTube はね結構、うん、まあ いろいろと制限引っかかることが多いんでねニコニコの方は全然そういう制限がないから2つ持ってやってるっていうのはいう人多いですけどねそうなんですね高橋さんそのニコニコ生放送毎週木曜日に配信してらっしゃるやってます。で一部無料で見られるあそれはちょっとだけ無料半分ぐらい半分ぐらい無料にしてそれは人によりますね。これは今止まってるんですかやっぱこれが あもう全部やらないでくれって言われてから私はやってないです。えー、あ,<ー>あのもうできないです。あのそのニコニコで無料っていうのできないから、うん、まああのでもまああの YouTube でそのまあ配信することが簡単簡単なんで、ね、それでやってます今。これでも例えばこういうサイバー攻撃に対してのいわゆる こちら側のうなんかこう対策みたいなことなんですけどもサーバー側というかねニコニコ側とかーーああそれはあのあ<の>プロフェッショナルが対策はしてるはずなんだけどでもシステムが全部やられたってことは全くもうだめだったってことですねでもこうやって思うと世界中いろんなものがその危機に今さらされてるわけですよね、うん、考えようによっては。<の>だ誰がやったのかかかかここまででも大りだというなんか外から っていうか中から寝た気びしますけどね<ー>私はね。あなるほどね。いろんな可能性な引き続き高橋さんはの、はいの配信は YouTube で見られるということなんですが、まあそれでユうとュ、はい、の今回、えー、その YouTube というか動画配信がねいろんなところで、えー、あーでも YouTube で結構ハードル高い規制が。 ゆるくないと、YouTube の方がいろいろ厳しくてね、配信が難しいですけどね、引っ、ね、かかってね、引っかかることが多いんですけどね、うん、でもまあ、あのもう私はあんまり関係ないですけど、人によってはね、<laughs> あの要は、 ニコニコをベースとするしてる人もいますからね。でもそういう方にとってみれば今回ね一ヶ月以上っていうのは結構な大変だ、うん、ということでございます。えーーえー、はい、えー、高橋さん今週もどうもありがとうございました。はい、はい、どうもありがとうございました。はい。取れたてピックアップニュース。こだわりの朝トレニュースをご紹介。まずはこちらの話題から。うん 毎日新聞によりますとロシアに侵攻されているウクライナの和平案を協議するスイスでの首脳級会合世界平和サミットは16日2日間の日程を終え閉幕しました、うん、ウクライナのゼレンスキー大統領は閉幕後我が国とすべてのパートナーにとって大きな成功だったと成果を強調しましたが、うん、ウクライナやウクライナを支援する西側諸国と ロシアや中国などとの溝は深く、和平交渉の早期実現は見通せませんまあ特にですねグローバル・サウフと言われている新興国が、やはりこのロシア、中国との向き合いというところをね,ねよりまあ強調したいというところで、ええええ、なかなかこの世界で足並みを揃えていっているのは難しいと思いますし、しすね、改めてこの問題の根深さみたいなところも感じた会合ですよね。続いては国内の話題ですす朝日新聞によりますと 昨日行われた沖縄県議会議員選挙で、アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に反対する玉城デニー知事を支持しない自民・公明など、県政・野党が、28議席と過半数を獲得しました。 自民公明が県議会の多数派勢力となるのは2008年以来16年ぶりとなりますまこうやって見ると沖縄の皆さんの民意っていうのがす少しずつこう変化をしているのかなっていうのも感じますよね、うんうん、え、まあこの辺野古移設っていうところを含めてなんですけどこれ一体どうなっていくんでしょうね沖縄はね、うんはい、続いても政治の話題です朝日新聞社が15日16日に実施した全国世論調査によりますと 自民支持率は19となりました調査方法がコンピューターで無作為に数字を組み合わせて番号を作り、電話をかけて調査する方式になった2001年4月以降、政権政党として自民の支持率が10%台となったのは初めてとなります。うん これまでの最低は2009年の麻生太郎政権末期の20でしたまあ本当この19%という数字も衝撃なんですが、ね、とはいえその今まで出ている数字もです、ね、ここかけ離れていたかというと決してそうではなくとも、ね、に20%台を少し超えるぐらいと考えてくると改めてなんですけどもこのあたり岸田政権は今どうなっていくのか高橋さんにお話を伺っていいいきたいと思います、はい、続いてはこちらのニュースです。 北海道留萌市の女子高校生が朝日市の旭川市の橋から川に落とされて殺害された事件で殺人などの容疑で逮捕された21歳の内田理子容疑者が事件後、複数の友人宛に高校生に謝らせた、その後、高校生は帰っていったという趣旨のメッセージを送っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。 事件への関与を隠そうとした可能性があるとみられますまあいずれにしてもこの SNS をめぐるトラブルであるんですけれどもこのね特に高校生が命を落とさなければならないほどのことなのかっていうことはほっと改めて衝撃ですし悲しいですしなんかもやっとしたものを感じますねこれはね続いてはこちらの話題です大阪関西万博の開幕まで今日で300日となりました、はい 開催地の大阪府を除く46都道府県のうち30府県が2024年度一般会計当初予算に関連事業費を計上していることが読売新聞の調査で分かりました。事業費の総額はおよそ101億円万博に出店したり 来場者に自身の県への来訪を促したりする経費が盛り込まれ、万博への期待が伺えますまあこの大阪だけじゃなくって、近畿圏も,もちろん、隣接するところを含めてですけど、どあ大きなビジネスチャンスであると、うん、いうことですよね、そのあたり予算計上されている、はい、ということなんですが、もう300日、もう言ってる間、だんだん近づいてきましたね続いては関西の話題です。読売新聞によりますと 世界遺産姫路城の入場料について、うん、姫路市の清本市長は昨日開かれた国際会議で外国人観光客に限って4倍程度の値上げを検討していることを明らかにしました現在の入場料は大人1000円ですオーバーツーリズム対策や城の補修に当てたい考えだということですこういった形になってくるが日本全国少しずつ広がってくるのかな、うんかね、というところをねあの改めて感じるところですね最後はスポーツの話題です スポーツニッポンによりますと、プロ野球交流戦、阪神は昨日ソフトバンクに4対1で解消しました。はい、前川右京選手が初回にプロ初の満塁ホームランを放ち、先発の佐伯投手は両リーグ単独トップの8勝目を挙げました。うん、また、交流戦ではパリーグの楽天が球団創設20年目で初優勝を決めました。はいねはい あの特に広島とのゲームでこれ勝てばっていうゲームを落としててうん,、うん、んソフトバンクにもチャンス出てきたんですが、はい、あの今井監督、昨日はうれしそうでしたねさすがに、はい、これあのようやくこれで楽天も、うん、あのレギュラーシーズンは5割に戻してそれでもまだ楽天4位なんですけどシーズンの序盤ね5月の下旬ソフトバンク戦で21対0次の日、12対0で負けた,うたもうかなり厳しかったと思うんですけれどもうん、うん、これでまた上昇のきっかけをつかんでくるんでしょうか。